どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、イベントのお知らせでございます。私キヨキヨが主催するイベントではないんですけれども、あのグローバルクランランキング、最高クランランキング11位のロジックドネイターズさんの、が主催いたしますですね、イベントとなります。2月1日にロジドネさんがですね、創設1周年ということで、このイベントが開催されるということになります。2月2日のリーグ更新日から2月5日までの3日間でのですね、開催となりますので、ぜひこの機会にですね、参加していただきたいと思います。今回のそのイベントの概要といたしましては、期間中ですね、ロジックドネイターズのメンバーが昼夜問わずに援軍を送り続けます。これどういうことかと言いますと、ロジックドネイターズさんというのは非常にハイレベルなクランなので、もう普通はそのトロフィー制限、入るためのトロフィー制限が非常に2000とか3000とかなんですけれども、この間ですね、必要なトロフィー数がゼロで誰でも入れるということです。そして、そのですね、援軍というのは回転を考慮してですね、ウィザードとアーチャーをメインとして送ってくださると。ウィザードレベル6ですよ。もうですね、この用途といたしましては、やはりそのクラン戦で攻めるときに、ちょっとロジドネに行ってちょっと援軍もらおうかなとか、トロ上げをしている方がちょっと防衛用援軍に強いウィザードとか欲しいなとか、タウンホール4の方とかタウンホール3の方でも参加できるので、ぜひですね、もうクラン戦とかね、普通の攻撃でウィザードとか、あ、じゃあ強いレベルのやつ作りたいな、使いたいなとか、そういう方にぜひおすすめでございます。そしてですね、ルールがございます。ですね、非常にこのイベントはですね、ビッグイベントでございますので、クラン参加後ですね、すかさず援軍要請をしてください。援軍要請をしてですね、もらったらすぐにそのロジックドネイターズのクランを抜けてください。ですね、そちらのルールとしては3分間ですね、ロジックドネイターズのクランにいると蹴られてしまいます。蹴られてしまいますとですね、もうクラクシオブクランのシステム上24時間その蹴られたクランと接触することができなくなってしまうんですね。なのでその申請を出すことができないんですよ、入隊申請を。なのでですね、すぐに抜けるようにしてください。そうするともらってクラン戦とかで使って、じゃあもう一回ロジックドネイターズ行って超高レベルなユニットをもらってっていう、もうですね、もう無限ループができてしまうので、もうぜひともやった方がいいと思います、これは。はい、私もですね、2月2日から2月5日までの3日間、私もロジックドネイターズさんのクラメンとしてイベントの模様やロジドネのハイレベルなリプレイとかをですね、皆さんに提供して、ターンホール7とかターンホール8の方はですね、もうこんなクラッシュオブクラン、こんな攻めができんのかとか、ターンホール9とかターンホール10の方はですね、もううわーちょっと俺も真似してみてえなみたいな、そういうことをですね、やってですね、もうぜひとも参加していただきたいと思います。タウンホールレベルに関わらず参加できるので、繰り返しますけれども、タウンホール3とかタウンホール4、5、6、7、8、9、10、1とか2もですよ、もちろん全員参加できるので、ぜひとも参加してですね、高レベルなユニットをもらって、さらに、もうこの機会にですね、ロジックドネイターズさんとかの攻めとかも皆さんに提供するいい機会をくれたですね、ロジックドネイターズさんのクランリーダートミーさんに感謝したいと思います。ということで、2月2日からリーグ更新された日か、された直後から、2月5日までの間、ロジックドネイターズでお待ちしております。では、待ってます。ご視聴ありがとうございました。